はい、皆様おはようございます。キースジャガーです。令和元年2019年12月1日日曜日、朝の6時11分です。おはようございます。現在阪神高速4号湾岸線北向き、大阪市内向き、神戸方面行き、三方のあたり走っています。この辺りは昨日まで11月30日まで10日間ほど通行止めの工事を行われておりまして、完全にアスファルトきれいにリフレッシュされております。このリフレッシュされてからまだ初めて通行するというか初見なんですけども、先ほど南高北で、南向き泉佐野方面向き、南高北を越えて南高中に向かうところで、以前ですと2車線が1車線に右側に絞り込んで左車線なくなってたんですよ。あれがね、左車線なくなるというのが、あれがなくなって2車線でそのまま行けるようになってました。あれがね、非常に無駄というか、かつては2車線絞り込み、あれのせいで渋滞が起きるみたいな、南高北の2キロの渋滞みたいなのが、日中がまああれのせいでしょうみたいな。南高中が3車線合流になってすぐに出口っていう、そのあたりで混むのもまあ一つあったんですけれども、16号湾岸と5号湾岸との合流が南高中の出口の少し手前にございまして、まあ16号の方から来るのは左側車線なんでいいんですが、5号の湾岸神戸方面から来る場合、右側車線真ん中車線となるので、すぐに出口が左側にあるので、南高中無理やり左に車線を変更しなければならないということで、まあ接触事故の起きうる場所やったんですけれども、まあ辺りでとりあえず渋滞 の原因としまして、南高北を過ぎて南高中に向かう南行き泉佐野方面 の左側1車線の絞り込みはなくなってましたね。あれは少しというかかなりありがたいことです。しなくなったりしてね、あそこでね、もうそんなに難易度は高くないんですよね、カーブのね。あれ普通に普段私らみたいに毎日走ってるもんからすると、右車線寄っとかないと左車線なくなるよって言った時に、私の車はスピード出したらいかん車なので、80キロの道路70ぐらいでしか走れない車なので、右側車線を堂々と走りにくいんですよね、気持ちの上でね。もう90キロ、100キロでビュンビュン右側車線来るところを70キロで封鎖すると、ちょっと嫌がらせ食らうんで、ギリギリまで左車線粘って、もう最後の最後で矢印出て右側寄れよってなってから右に移動するっていうことが今まで多かったんですけれども、その辺の悩みというかね、もう早めに寄っときたいわけですよ。12メーター超えるような大きい車で右側に並ばれると、もう右側に車線変更できなくなってしまうんで、それはね、右側に絞り込まれて左車線なくなる、自分の走行している車線がなくなると分かっているのに、右側からゆっくり追い越しに来てる車を先に行かしてやろうとして、ギリギリまで待って、結局並んだまんま車線変更させてもらえんかったみたいなことは多々あるんで、もう早めに車線変更して右に寄りたい気持ちはあってなんですが、スピード出せない車が右側走るのはやっぱり気を使うということで、まあ嫌な絞り込みでした。左側に絞り込んでくる分には、右側車線なくなる分には、左ゆっくり走ってるところを右側から無理やり追い越しかけてきて、前隠してきたりとか、そんなんでいいんですが、左側の車線でね、追い越し車線譲ってるやろうみたいな、そういう一応の体裁があるんでいいんですが、まあ左側車線がなくなるっていうのは、いずれ右側に車線変更しなければならないという
ちょっと嫌な感じでしたけどね。まあその辺がなくなってました。反対側車線ですけど、はい、こちら側車線は何か変更あるんでしょうかね。今南高ジャンクションまで来ました。右側1車線目2車線目一番右と真ん中が神戸方面5号湾岸線、一番左側車線のみが大阪市内16号大阪高線です。まもなく、南高ジャンクション取り立てて変わったことといえば道路がきれいになったのと16号湾岸の方は真ん中に太いセンターラインが切ってあったというぐらいですかね。はい、5号湾岸線は引き続き80キロの道路のようですが、こちらの16号大阪高線の方は60キロの道路になるかと思います。なったのかな、もう。はい、間もなくあの赤い橋、港大橋ですね。港大橋が見えてまいりました。港大橋というのは上下2段になってまして、下の方が神戸方面行き5号湾岸線が下を走ってます。でこの上側は、16号大阪高線です。なので16号大阪高線の方が港大橋を走る上では景色が少し良いのかなと、上から見れるっていうことでちょっとあれですね、見晴らしはいいんですけどね。はい、ここからかな、港大橋入りましたが、16号大阪高線は60キロの制限速度となりました。なってます。左の方を見下ろすと港区の築港とかあの辺りが見えてきましたね。鉄砲山出口が間もなくございます。ちょっと朝一番あのカミカミですけどね、まあ朝一番じゃなくてもこんなもんです。お聞き苦しいあれですけどね。鉄砲山の出口は右側なのでご注意ください。この強いかなり強い下り、この下り坂に左のカーブ複合してるんで、ここは大変事故が多い場所となってます。下り込みながら左カーブ、これが雨の時とか路面濡れてたりするとまあ単独事故とかよく壁に刺さってるのを見かけます。はい、こちらが天保山の出口、天保山の出口一番右車線、天保山出口右側です。はい、ここから50キロに制限速度、50キロになります。その先合流があります。と言いますのは連続合流があります。まず左手は北港ジャンクションから来ます。北港ジャンクションからの合流があります。そして北港ジャンクションの合流終わって直後、これ右側から天保山の入り口、天保山の入り口乗ってくる車と合流します。ダブルで左からと右からとダブルで合流してくるんで50キロに落としてくださいよという、まあ危険な場所になってます。この合流が落ち着いて間もなく今度左手に朝潮橋パーキングエリアですね、朝潮橋のパーキングエリアが左手にございます。これも入り口と出口と左車線はあるので、この先まだ気が抜けません。注意してください。はい、朝潮橋パーキングエリアです。はい、パーキングエリアの合流ですね。日曜日の早朝なのでまだ利用客がいないというかガラガラなんですけれども、日中は結構利用客が行って左から合流してくるんで左車線走ってる方は注意されてください。はい、ここから
60キロに戻ります。今までの区間はね、あの合流区間やったんで50キロに落とすっていうことで、こっから先もあの170メーターの R でカーブきついんですよ。きついので、50キロのままでもいいんじゃないかって思う方もおられるかと思いますが、まあまあとりあえずカーブはこれで1回落ち着きます。もう1回カーブありますけどね、しばらくは直進になります。阪神高速16号湾岸線、大阪高線、東向き、環状線、東大阪線方面、制限速度60キロです。まもなく波よけ出口、波よけ出口からは12号の森口線に下道を走って乗り継ぎができる区間がありますね。ちょっとね、そのおすすめしないですけどね、結構距離あるんですよ。まあ距離は知れてるかもしれないけど、道がややこしいんですよ。道島の入り口かな、あそこが大変ややこしくてですね、私も20年くらいドライバーやってて、まだ3、4回しか使ってなくて、ちょっと説明できませんわ、ちょっと自分でも迷子になるくらい。はい、波よけ出口です。波よけ入り口はございません、出口です。この16号大阪高線、東行きのこの真下、下の道路は中央大通りですね。中央大通りというのが走っております。今現在九条のあたりで、南の方と言ったらいいかな、南の方に行くと京セラドームがあります。大阪ドームっていう名前がちょっと馴染みがあるんですが、京セラドームになってますね。2019年令和元年12月1日日曜日6時23分になりました。だんだん夜が明けてまいりました。大阪マラソン規制あり、この先合流があります。まだ規制はされてないけれども、これ昼通るときどないなってるのかな、通らん方が良さそうやな。はい、阪神高速16号湾岸線東行き、本殿入り口がありました。右側から合流してまいります。本殿入り口、右側から合流のあるカーブを越えますと、しばらく行くと今度は西長堀出口です。西長堀も入り口ございません、出口のみです。はい、間もなく16号大阪高線終点になります。阿波座の出口あたりで終点です。この先合流があります。阿波座の出口も右手になりますんで、阿波座降りられる方は右になるべく早く車線変更してください。こちら合流区間ちょっと危険なんで、日中は大変混みますんで、まあ、400-500m あるのかな、 400-500m あるとはいえ、ちょっと合流気をつけてされてください。そして今現在ですね、一番左車線はなくなりますんで、これね、工事してる気配があるんですよ。チカチカしてるところ分かりますかね、左手ゼブラゾーンがあって、その先ちょっとチカチカしてて、ガードレールみたいな張ってあるんですが、これね、私の想像というか推測で申し訳ないですけれども、これ多分左に降りていく道路、これ森口線の方に繋がるんじゃないかなと思ってます。森口線じゃないな、あそこに降りるんか、土佐堀のあたりに降りるな。そしたら池田線と森口線に環状線をぐるっと回らずに合流できるということで、もう かつてないぐらい便利になりますね、道路ができたら。なんかもう形は出来上がってるようなので、来年いっぱい以内にはできるんじゃないかな。もうあとアスファルト張ってすりゃ
だけぐらいの、もうほとんど出来上がってますよね、今見た感じの。はい、すいません、1号環状線、一番右車線、3車線のうち一番右車線、1号環状線です。そしてこの真ん中車線と左車線、13号東大阪線です。東船場ジャンクション、東船場ジャンクション、一番右車線が環状線、1号環状線、真ん中車線、左車線が、13号東大阪線です。東行き。この先、合流があります。はい、環状線からの合流です。左から、合流があります。ご注意ください。そして13号東大阪線、まず一発目の出口、応援坂出口、左手です。応援坂の出口、左手。13号東大阪線、東行き、東大阪奈良方面向きですね。中央環状線にも出れますし、近畿道にも出れます。制限速度全線、全区間60キロですね。ちょっとね、この方円坂、森の宮、この辺りはちょっとアップダウン、上り下りが激しいので注意してください。下りのスピード出すぎるのは なんとなくみんなブレーキ踏んだりしてはるんですが、上りになって失速する車が結構多いんですよね。60キロで走ってる車が50キロ切って40キロ台に入ってくるみたいな、この上りですね、結構きついんですよ。だから意識してアクセル入れていただくか、オートクルーズで走っていただくかですね。はい、まもなく左手から、森の宮入り口、森の宮入り口から合流してまいります。左手、森の宮入り口です。すいませんね、まだまだ神々なんですけど、神々を神々で増えてないみたいな。今現在カメラには映っておりませんが、左手を見ると大阪城が見える、そういう場所です。阪神高速の13号東大阪線、制限速度60キロです。明るくなってきました。最近の動画はちょっと夜勤でね、真っ暗なやつばっかり撮ってたんで、明るいの撮れるのが久しぶりです。はい、黄色い看板また書いてます。ここから上り坂、この上り坂は見た感じ上ってんのかどうかちょっと分かりにくいというかね、まあ上ってるんですよ、アクセル入れると失速するんでね。まあちょっとあと 500m ほど上り坂と書いてます。ボーッとしないでアクセル入れてください。このボーッとして失速するのが失速渋滞みたいなことで、事故も何にもしてないのに渋滞してるぞみたいなの原因になりますんで。まあスピードね、スピード違反するよりはいいんですが、ちょっとぼーっと完全運転みたいなことはおやめください。まもなく、13号東大阪線東行き高井田の出口がまもなくあります。東大阪線東行き、東大阪奈良方面行き、
高井田の出口です。高井田出口。13号東大阪線の真下は、中央大通りというのが走ってまして、この阪神高速めちゃくちゃ混んでるよとか、あと阪神高速の高速台ちょっとケチりたいよみたいな方は中央大通りを走っていただくといいかと思います。信号台もあるし、速度もあったりとかして、ね、右折するのも左に速度1回出てから右折みたいなちょっとややこしいところもあったりとか、道路も新しいわけじゃないし、ボロいし、路上駐車は多いし、信号は多いし、で車はイケイケやし、ちょっと下の道走りたくないよっていう方はこの上の方阪神高速乗っていただくとね、そんなに不愉快な思いしなくていいかなみたいな。大阪のちょっと乱暴な運転みたいなのはあんまり感じないで済むのかなと、下道よりはね。東大阪線もそんなに平和な道でもないんですが、まあまあマシっていうことで、はい、こうしていらんこと言ってる間にですね、間もなく長田の出口、この長田の出口は、中央環状線に出るのに非常に便利ですね。非常に便利というか、荒本で降りれたかな、荒本で降りれなければこの長田で降りんとダメなんで、東大阪荒本はね、東行きは入り口があるのは私この前動画撮影したんで分かってるんですが、出口ないかもしれないね。この長田の出口降りられて、中央環状線出る方はもう看板が中央環状線 700m 先と書いてあるんで、長田の出口ここで降りてください。東大阪荒本の出口もありますね。あるにはあるな。あるにはありますね。はい、このまままっすぐ進みますと奈良方面なんですが、東大阪ジャンクション、東大阪ジャンクション、ここちょっとややこしいんですけども、右手に取ると近畿道和歌山方面、松原方面です。左の方に取ると吹田方面、北向きになります。まもなく料金所です。その先合流があります。注意してください。料金は1580円。東大阪ジャンクションも日中は大変渋滞します。まあ、この先 の大凸海の出口とかが非常に渋滞するのでご注意ください。あとすみません、ここの ETC、東大阪の近畿道に入るこの ETC はめちゃくちゃ開くのが遅いです。気をつけてください。十分速度落とさないと意地悪です。この右からね、合流してくるんですわ。右から合流してくるから、まあまあ速度落としたくないんやけどね、開かないんですよ扉が。結構意地悪になってましてご注意ください。はい、近畿道入りますと、制限速度80キロです。はい、2019年12月1日、日曜日朝の6時35分ですね。現在近畿道北行き吹田方面、吹田方面行き、間もなく大東鶴見の出口です。東大阪ジャンクションから来ました。大東鶴見出口間もなくです。これ日中はね、平日は特にこの車線左車線降りますと、大東鶴見の出口が渋滞してると本線まで並んでたりするんで、まっすぐ行きたい方は右に寄っておいた方がいいですよ。この大東鶴見のインターはかなり混むっていうことで注意した方がいいです。難しいんですけどね、その先すぐに第二京阪に分かれますんで、門真ジャンクションでね、第二京阪に私もよく行きたいんで左車線降りたいんですが、大東鶴見で降りられる方
がもう目の前止まってて、あの第二京阪行けないよってなってしまうんで、ここがちょっとあのややこしい。はい、すみません、通り過ぎました。通り過ぎましたが、今あの東大阪北入り口です。近畿道北行き、吹田方面行き、東大阪北入り口、およそ1キロ先、通過しました。右方向です。東大阪北入り口を通過して間もなく、大東鶴見出口ですね。平日の日中は大変渋滞します。ご注意ください。まあ、近畿道北行き吹田方面行きで一番混むのがこの大東鶴見出口ですね。まあ、事故も何にもしてなくて一番混むってたここですね。もう、はい、大東鶴見の出口を過ぎました。過ぎて間もなく数百メーターで、第二京阪に、門間ジャンクション、門間ジャンクションで第二京阪に復帰してまいります。右側、一番右側車線と真ん中車線は近畿道吹田方面北行きです。門間ジャンクション一番左車線のみ第二京阪に復帰します。今門間ジャンクション第二京阪の方に入りました。料金は540円です。近界道終わったんで料金550円と計算されました。ここから先あの第二京阪です。第二京阪はね、まあまあいい値段するんですよ。新しいルートでご案内。高速代をケチる方は下走られてもいいかと思います。注意してください。はい、左からの合流もご注意ください。に入りました。この先合流があります。注意してください。はい、ここは第二京阪門間の入り口ですかね。門間の入り口、これは下道からあの一番左に入り口がありまして、下道から乗ってくるおそらく門間入り口でいいと思います。片側3車線の道路です。令和元年2019年12月1日日曜日朝6時39分です。現在、第二京阪北行き、京都方面行きです。北行き、京都方面行き、寝屋川南の入り口の2キロぐらい手前ですね。はい、第二京阪は制限速度80キロです。第二京阪北行き、京都方面行き、制限速度80キロです。京都方面行き、まもなく寝屋川南の出口ですね。寝屋川北では出られません。寝屋川北に出口ございません。入り口しかありませんのでご注意ください。この辺り寝屋川市場縄手
まあ、この辺りで降りたい方は、寝屋川南で降りるようにしてください。はい、寝屋川南やってきました。新しい1号線、旧の1号線、あの枚方の方を抜けて、あの天の川とか、ね、あっちの方行く1号線とはまた違います。あの南側を走っておる、ちょっと新しくできたあの第二京阪の真下を走っている道路ということで、これがね、ややこしいことに国道1号線っていう同じ番号なんでつけたんやみたいな、まあどうだろう、まあ全国にねそういう道はいっぱいあるんですが、あの2号線と2号バイパスとかね、あのまあややこしいんですよ。旧道はかなり狭いけど、新しい方はあのバイパスになってるよみたいなことが、そういったことでこの第二京阪の下の道路も1号線もあのバイパスみたいにはなっておるんですが、制限速度下は60キロですね、下道は。で、信号のスパンも一区間かなり広めに取ってあるので、そんなにストレスはないかと思うんですが、主にあの1車線ですよね。2車線で走れる区間限られてまして、主に1車線です。渋滞するときも日中はねかなり渋滞しますんでね、日中は下走るとかなりストレスあるかもしれません。あとね、下道走ったときに思うのは、この第二京阪の下道、新しい1号線はあのわざと作ってるのかなっていうぐらいの凸凹が設置されてあって、というかあの貨物車ね、あのパレットで輸送されてるトラックとかはあの60キロで走るととんでもないことになりますよ。あのバコンと跳ねるんでね、乗用車でもね乗り心地がまあまあマシやからね、トラックと比べて。乗用車だったらどうかわからんけど、トラックはねちょっともうあのムチ打ちになるんちゃうかいうぐらいバコンとあのバウンドやられますんで、ご注意ください。トンネルの中に入ってまいりました。第二京阪北行き、京都方面行きですね。制限速度は80キロ、片側3車線ずっと続きます。寝屋川南の入り口を越えて、寝屋川入り口じゃない出口ごめんなさい寝屋川南の出口を越えて、寝屋川北の入り口の手前ですね。まだ京都方面行き、制限速度80キロ、まもなく片野南出口です。片野南出口その手前です。その手前、この左手ですね、左手が、新しい国道1号線が走っておるんですが、新しい国道1号線からおそらく、寝屋川北の入り口がこうあると思います。京都方面行き、寝屋川北入り口です。寝屋川北入り口です。制限速度80キロです。寝屋川北入り口を越えますとすぐに、片野南、枚方方面片野南の出口が間もなくやってまいります。片野南を過ぎますと片野北では降りられませんのでご注意ください。
出口、片野、枚方方面は片野南しか出口なくて、片野北では降りられません。ご注意ください。はい、第二京阪の北行き、京都方面行き、片野南出口です。第二京阪北行き、京都方面行き、制限速度80キロ、片側3車線の道路です。この道路の下道が、新しい国道1号線です。まあ、この新しい国道1号線、まあ、付近の道路を他に紹介しますと、国道170号線、外環があったりですとか、あと168号線はこれ奈良の方に抜けていく、ちょっと山の中を抜けていくような感じですけれども、天の川のあたり、古い方の1号線、国道1号線天の川のあたりから、奈良の方へ、斑鳩とかあっちやったかな、法隆寺やったかな、まあまああっちの方に、法隆寺もうちょっと南の方に出てくるかな、大阪よりかな、柏原とかあっちの方やったかな、柏原やったかちょっとすいません、あの読み方忘れました。ちょっと適当な案内になるので、この辺は無視しておいてください。2019年12月1日日曜日朝の6時48分です。おはようございます。今京都方面向かって走ってます。第二京阪という道路、第二京阪の北行き京都方面、今現在、片野南の出口越えまして、片野市内のあたり通過してますね。ざっくりした言い方すると、右側が片野市、左側が枚方市くらいの感じですね。まあ、このあたりはもうあの完全にあの片野市入っておるんですが、ざっくりした言い方しますと、左が京都の方向いて、左側が枚方で、右が片野です。そのざっくりしたことを言う必要がどこにあるんやという話もあるんですが、まあまあ何が言いたいのかはあのご想像にお任せするとして、間もなくあの片野北、出口はないんですが片野北入り口がございます。左から合流があります。片野北の入り口です。第二京阪北行き京都方面行き片野北入り口です。制限速度80キロ、片側3車線の道路です。片野北入り口を越えますと、まもなく枚方学研という出口、この枚方学研は結構運送関係多いんじゃないかな、出られる車が。国道307号線があの降りた信号で接続しまして、307号線結構あの使い手があるというか、京田辺の方行ったりとかですね、まあ降りて左に曲がって307号線を北向きに行きますと、枚方市内の池の宮あたり出ます。で、右に曲がって行きますと、307号線ずっと行きますと、京田辺の方であったりとか山城、あっちの方行きますね。
はい、枚方学研出口でした。第2京阪、北行き京都方面行き枚方学研出口を越えました。3キロほどで、京田辺のパーキングエリアに到着します。普段ちょっと休憩したり止めたりしないんで、使わないことが多いんですが、私はちょっと動画が長時間になるためにちょっと刻みたいがためにちょっとあえて休憩取ります。第2京阪の北行き京都方面行き全線を紹介する動画、ほぼ全線です。そのね、京田辺のパーキングエリアで止めたとて、出口まで1キロ、2キロぐらいかな、少し手前っていうだけで、もうほぼ第2京阪の全線通ってるような形になります。あの料金所を越えてからもまだ第2京阪か、組山ジャンクションを越えて、どうだろう、小倉の入り口ぐらいから阪神高速なのかな、ごめんなさい。そしたらあれやね、料金所越えても料金が変わるっていうだけで第2京阪続きますね。あ、続くな、京都市内と書いてるな、あっちまで続くな。ややこしいんですが、第2京阪一旦切りますね、パーキングエリアでね。そんなに休憩したいつもりはないんですが、撮影時間50分くらいになってまいりましたんで、長時間の動画ちょっと不人気となってまいりますんで、ね、刻んだ方が見やすいのかなというか、ご覧になっていただけるのかなということでちょっと刻んでしまいます、ごめんなさい。はい、第2京阪北行き京都方面行き枚方学研を越えてしばらく走ります。3キロ4キロ走りますと一番左車線、京田辺パーキングです。京田辺パーキング、京田辺パーキングを出てまだ京都方面に進みますと、京田辺松井の出口と、京奈和道っていう高速道路、そして、第2京阪京都方面北行き、この3つに分かれます。この先合流があります、注意してください。その先、まあ、その辺の解説というか案内はまた後ほどさせていただきます。せっかく止めたからトイレでも行ってこようかな。新しいルートでご案内します。どこ止めようかな、止め放題やけどな。続いて、右方向です。この辺にしとくか。出てないな。はい、よし。はい、ご視聴ありがとうございました。動画切り替えます、引き続きご覧ください。よかったら、いいねボタンとチャンネル登録もお願いいたします。初めて言うたな、チャンネル登録もお願いします。よろしくお願いします。では失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。